作品とともに、2020年撮影、長井博士は日本のイラストレーター、グラフィックデザイナーである、徳島県徳島市出身。1970年からグラフィックデザイナーとして仕事を始め、1973年夏にアメリカへ40日間の旅行に出かけ、1974年にグアム島へ旅して風景に感銘を受け、以降の作風の原点となった。 1975年からイラストレーターの湯村ラ・彦より指導を受け、1978年に独立する。1980年代以降に、大竹英一の A ロングバケーション、ナイアガラソングブックなどのレコードジャケットに代表されるトロピカルでクリアな風景イラストレーションを手掛ける。A ロングバケーションのジャケットは CBS ソニーよりアルバムジャケット特別賞として、 ゴールドディスクを受賞した。大滝のレコードジャケットによって、独自の地位を築き、その他、西条秀樹、サザンオールスターズ、松岡なおや、石黒啓、藤原宏と、川辺博、優華団杉山清隆など、多くのアーティストのレコード CD ジャケットを手掛ける。近年は、AOR のコンピレーション、ブリーズシリーズ、イックバル、アミューズメントパーク、ブライター、 ティーン・ランニングス・ナウ・サニー・デイ・サービス・ダンス・トゥ・ユーのジャケットのアートワークを担当した。ゾフの2016年サングラスキャンペーン、スバル・ WRXS4 のテレビ CM もイラストを起用した。2016年単独の展覧会、ペンギンズ・バケーション・レストランを東京のカイト・大阪のディグ・マウト・アート・アンド・ダイナーで開催し、その他の主な展覧会に、 広島長いエキシビジョン長い広しアート展がある。2020年9月4日から9月30日に梅田ロフトで開催された西条秀樹展で描き起こした西条のイラストが展示されたジャケットデザインメインビジュアル。ありがとうございます。